アメリカ領、バージン諸島。アメリカ領、バージン諸島。アメリカ領バージン諸島は、西インド諸島にあるアメリカ合衆国の保護領、自治領。バージン諸島の西側半分でかつては、デンマーク領西インド諸島として、デンマークの植民地であった。デンマークが植民地としての関心を失った、二十世紀諸島に、アメリカ合衆国が買収して、今に至る。東側は、 イギリス領、バージン諸島。島と呼ばれるのは40程度あるが、ほとんどが無人島である。人が住み、一般の観光客が訪れるような主要な島は、セントトーマス島、セントクロイ島、セントジョン島の3島である。首都は、セントトーマス島のシャーロット・アマリー。石器時代にまで遡れば、おそらくアラワク族の狩猟最終民、シボネイ族がいたと考えられている。 しかし痕跡は残っていない。カヌーの製作と船舶の操縦技術に長けた、アラワク族は、アマゾン川とオリノコ川の流域から移住し、麺、タバコ、トウモロコシ、キャッサバ、グアバを栽培した。いくつかの洞窟壁画や岩石彫刻が島に残されている。カリブ族が侵入するまで、彼らの文化は数百年続いた。残忍な食人の評判で知られる。 カリブ族は平和に暮らすアラワク族の多数の集落を破壊した。1400年代の半ばまでにはアラワク族の人口は数千までに減らされた。1493年11月、クリストファー・コロンブスは最初にセントクロ黒い島に到達し、サンタクルースと名付けて上陸した。その後、サンフラン島、サントマス島に到達し命名した。その時、ガイドとして、 6名のアラワク族を誘拐した。1625年には、イギリス、フランス、オランダ、スペイン、デンマークが入植を始める。最初、入植者たちはセントクロイ島に入植し農業を始めた。しかし、収穫は少なく生活は豊かではなかった。殺人と病気と過酷な奴隷制度で、アラワク族は1600年代後半までには完全に滅亡し、 わずかなカリブ族しか生き残らなかった。ほとんどの入植者たちは島から去り、1650年にはイギリス人だけが残った。その後、新大陸に注目していたデンマークが1666年にセントトーマス島とセントジョン島の領有権を得る。1673年、インディアン奴隷がいなくなったため、アフリカ人奴隷が初めて島に連れて来られた。 デンマーク統治下の各党では、アフリカからの奴隷を使って、砂糖キビとタバコ農園、プランテイヨンが経営された。後に、コーヒーや砂糖も生産されるようになる。厳しい扱いによって奴隷は、不満を募らせていた。1733年、破壊的なハリケーンの後に続いた長い干ばつで、奴隷たちは、限界点に達し、セントジョン島で反乱を起こした。 この時オランダはフランスの助けを借り、統治状態を取り戻した。1733年、デンマークはフランスよりセントと黒い島を買収し、領有権を得た。その後、デンマーク領西インド諸島と称し、デンマーク国王に任命された総督によって統治さる体制となった。デンマークの王妃の名前が付けられたシャーロット・アマリーは1691年に首都と、 定められたが、1750年代にセントクロイ島のクリスチャンステッド西都が移転した後、1764年に自由港として公認され、西インド諸島における交易の中心地として栄えた。デンマークは三角貿易を推進し、デンマーク海上帝国の黄金期を迎えたが、ナポレオン戦争でイギリスに貿易権を侵害されたため、以後、海上貿易は不振となった。 1848年、再び奴隷の反乱が起こる。当時の総督ペーターバン・ショルテンは奴隷に同情し、同年7月3日、奴隷解放を宣言した。第一次世界大戦が勃発すると、アメリカ合衆国はパナマ運河をドイツ軍から防衛するため、この地を発し、1917年にデンマークからに500万ドルで購入した。島は、 アメリカ合衆国の未編入領域になったが、島民が望む権利を受け取るにはさらに15年かかった。1932年に連邦議会を通過した自治法、オーガニック法により、島民はついにアメリカ合衆国の市民権と自治政府、投票権を得た。しかし未編入領域であるため、現在もアメリカ領、バージン諸島の公民はアメリカ合衆国の大統領、 または副大統領に投票できない。アメリカ合衆国内務省の所管のもとで、知事、議会、裁判所が政治を分担する。また、アメリカ領、バージン諸島は、合衆国の会員に投票権のない代表を1名参加させる権利が認められている。この代表は公選で、任期2年。住民には、アメリカ合衆国の市民権が与えられ、 本土への渡航や本土での就職は自由であるものの、大統領及び連邦議会議員の選挙権は認められていない。バージン諸島では、現在、死刑制度は廃止されている。セント黒井島では、セントトーマス島とセントジョン島よりも、失業率が高く、経済格差が広がっているため、セント黒井島民の間では近年、分離の声が上がっている。年月セント島は、 セントトーマス島及びセントジョン島の両島から、セント黒い島をアメリカ用バージン諸島の行政区から切り離すよう求める民約7000人分の署名を集め、アメリカ議会に即出した。独自のアメリカ自治領にして、定調に経済援助するようにアメリカ議会に要求した。53の火山島と岩礁からなり、主な人が住む島はセントトーマス島。 セントジョン島、セント黒い島の3島だけで、残りはほとんどが無人島。シャーロット・アマリーは非常に多くの免税店が立ち並ぶショッピング街である。ブランド品の価格は本土より安く、日本の約半額。多くの観光客が買い物にやってくる。面積82平方キロメートル。3島の中で一番小さな島。主な町はクールズベイである。 島の3分の2がバージン諸島国立公園に指定されていて自然が最大の特徴の島。ボルト山392メートルが島の最高峰である。面積50平方キロメートル。三島の中で一番大きい島。主な町はクリスチャンステッドとフレーデリックステッド。どちらにもデンマーク統治時代の要塞があり観光施設として整備されている。 また、この島の名産品として、ラム酒がある。イーグルさんが島の最高峰。面積214平方キロメートル。その他の島々、セントトーマス島付近にある、セントジョン島付近にある、セントクロイ島付近にある。農作物では砂糖や野菜の栽培が行われていて、畜産や漁業も行われている。ラム酒は特産品の一つで、観光産業も、 十三行の一つで多くの観光客が訪れる。セント・クロイ島に世界最大の石油生成所がある。失業率はセント・トーマス島とセント・ジョン島が約9%なのに対してセント・クロイ島では13%と失業率が高くセント・トーマス島とセント・ジョン島よりも経済格差が広がっている現状ら不満がある。空港はセント・トーマス島に シリル・イーキング空港、セント・クロイ島にアレクサンダー・ハミルトン空港の国際空港がある。セント・ジョン島へはシャーロット・アマリーからフェリーが出ている。バージン諸島の道路はアメリカ領としては例外的に左側通行である。なお使用されている自動車はヘッドライトが左側通行用に回収されていること以外アメリカ仕様に準じた左ハンドル車である。 アフリカから奴隷として連れて来られた黒人がほとんどで、白人や混血も少数いる。公用語は英語だが、パドアも話す。プエルトリコやデンマークの名りが強い。宗教はキリスト教で、アングリカン、バプテスト、ルーテルなどのプロテスタント系の宗派が多くあり、カトリックもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。